大宝寺義氏、大宝寺義氏、大宝宇治氏宇治は、戦国時代から安土桃山時代にかけての大名。大宝寺氏17代当主、武藤義氏とも呼ばれ、越後国の上杉謙信と義美を結び、上杉聖を名乗ったこともある、山形県。大宝寺氏の当主であると同時に、羽黒山の別当職も務めた。天文20年、1551年。 大宝寺偽造の長男として誕生する。王子は、室町幕府より、では守るや左京太夫を拝命するなど、では国において、大いに牽制を振るった大宝寺氏であったが、この頃の大宝寺氏は、清志氏の代から続く所流の砂、古氏氏との内紛によって、居城を消失すなどし、仙北の小野寺氏や地理、伝統的につながりのあった、越後の本城市や上杉氏と通じることで名脈を、 保つほどにまで落ち込んでいた。A61 年、1568年、本城シベル朝が、貝の国の武田信玄の誘いによって、上杉氏に背いた際、父、偽造も、名友として、本城市に加担する。しかし、上杉氏に軍を差し向けられ降伏、侵入し、和睦の条件として、吉氏は、春日山城に、人質として送られた。A62 年、 1569年、父の隠居により、藤島城主、土佐林自宗の貢献を受け、大浦に起産し家督を相続する。土佐林氏は、では南部日本海沿岸地域を中心に、親上杉派を統率し、家中での主権を握っていた。元気元年、1570年、土佐林氏と関係の深い越後黒人、大川長秀が、 お補助に攻め込むと、吉氏と、前宗は対立。吉氏は、本城茂町を通じて、上杉謙信に朝廷を依頼し、事態を収集させた。すると、その翌年の元気2年、1571年に、今度は、前宗配下の国人、竹井じ友が反乱を起こしやちかに牢状る。吉氏はこれを木とし拒兵戸林氏。反対勢力を徹底的に討伐し、 弱った家中を軍政の面で縛り上げ、出羽の内田川軍、楠木軍、湯座軍の三軍を手中に収めるなど、大宝寺氏往来の勢力を剣させることに成功した。吉市二十歳での制御である。なお、大宝寺氏は、大泉僧の自童出身であり、かつ、田川軍、楠木軍南部が、この大泉僧に含まれたため、両国を省内と呼んでいた。そして、 吉氏の席により、湯沢郡までを治めたため、現在の山形県日本海沿岸から、出羽山地に至るまでの地域を、庄内地方と呼ぶに至った。吉氏の次なる目標は、長海山を越えた向こうの百合軍であった。吉氏は、百合12頭の諸将と関係を結び、戦北の小野寺氏と綿密に連携を図りながら、百合軍に介入して行く。また、最上軍では、 もがみの内乱である、天正斎場の乱が勃発。吉氏も、遠赤関係のある大江氏書や、白岩氏との関係で、もがみ盛派として、介入を試み、天正2年、1574年に、親義盛派が属する伊達氏と役を結ぼうとしたが、拒否され実現には至らなかった。積極的な外交政策を展開し、省内地方に権威を振るった吉氏であったが、 圧倒的な軍事力、そして上杉謙信との関係が背景にあることによるものであった。しかし、天正六年、1578年、頼みとした上杉謙信が休止すると、家臣の国人衆である雷実衆が突如無本を起こした。この無本は鎮圧されたものの、隣国の最上氏が勢力を拡大させていたことも、あ、吉氏は、 死臭に対し治療を数をしてとな付けさせざるを得なかった。また、謙信の死後に、越後では、お家、騒動、おたての乱が発生し、吉氏は、伊達氏、足名氏との協調を重視し、影虎を支持したが、本城茂長は継承を支持する。ここにおいて両者は敵となり、吉氏は、上杉氏へのつながりを失ってしまう。この事態を打開すべく、吉氏は天正七年。 1579年、天下人であった織田信長に、馬や鷹を献上して、吉見を通じることで後ろ盾を得ようとした。この献上の見返りとして、信長から、館法を許されるなどの栄誉を受け、上杉氏の内乱により、外圧が減少したことを受けて、吉氏の意向は大きなものとなった。一小遠領主出身の吉氏は、格好たる基盤を持っていなかったため、信長の後ろ盾は、 吉氏の大きな権力基盤となったのである。だが、館号を称するために、それまでいただいていた、羽黒山別島の座を、弟、吉沖に譲ったことで、羽黒山神まとから反発を招き、かねて寄り続いていた遠征によって、坂田港や領民に対しても、風や兵役が得たことで、民心は、離れ、反感を抱く、者たちから次第に、悪やかたと、あだなされるようになっていった。 天正9年、1581年、もがみは、領内で馬揃えを行い、敵味方の区別を明確にすると、そのことが、敵対勢力への脅迫へとつながりうぬま城、新城城主、日野崎雄介の降伏を始まりとし、村山軍内の諸将は続々と強順。敵対していた、新出城主、酒延平綱も、抵抗の末に降伏。大砲寺領は、 最上領と隣接したことで意図せず、争いを招くこととなる。天正十年、1582年、豊島市の挙兵に支援して、以来対立関係にあった檜山軍の安藤氏に対抗するため、吉氏は、道の区国の大浦田目信と同盟を結び、安藤氏の注意を北に引きつけた。そして3月に、吉氏は、村山軍と由利軍の二手に向けて出陣する。由利軍では、 数々の戦で勝利を収め北進し、お助川氏を残し百合衆の大部分は、吉氏に降った。しかし、大浦氏と対峙していたはずの安藤愛希が、小助川氏への救援のため軍を率いて南下する。援軍の到来によって、新沢城本丸を残して、ことごとく焼き払っていた、大宝寺軍は、あと一歩のところでリえることなく、撤退を余儀なくされた。また、 村山軍でも清水城を攻め立てたが、清水、酒のべ、最上勢の頑強な抵抗により進出を阻まれた。その結果、双方の戦いにおいて目い戦果を上げることができなかった吉氏は度重なる、遠征の失敗で、将兵たちを遠隔気分にしてしまいそのことで、信頼の低下へ繋がった。同年6月、本能寺の変で、織田信長が押しし、 これにより後ろ盾を失った吉氏の権威は失墜し、八方号は何の意味もなさなくなる。さらに折り悪く、最上氏、安藤氏が同盟を結んだことが、情勢の悪化に拍車かけた。このように状況が悪化してゆくと、大宝寺氏の所流である砂、小志氏や木月氏も、吉氏から距離を置くようになり、次第に軍事力も失っていった。同年8月には同盟者である小野寺氏と、 ユリ州との間に争いが勃発。この争いでユリ州はユリ軍から小野寺氏の勢力排除に成功したためにユリ軍南域を参加に含む大宝寺勢力はユリ軍に兵を出さざるをない状況となる。天正十一年1583年1月、吉氏は出羽山地の雪解けを前に、最上氏の先手を打つために大軍を率いてユリ軍へ進行した。しかし、 安藤氏、もがみ氏との内通により砂子氏、木月氏は出陣せず日和見しため兵力は不足。百合軍から勢力を交代させた小野寺氏からは、援軍を得られず、積雪や吹雪に足を取られたため劣勢を強いられ、安藤氏に大敗を喫して省内へと退却する。帰還した吉氏は、砂子氏、木月氏を懲罰する軍を編成し、側近の坂田大官、前、森クランドに指揮を預けたが、 前森は一旦は出陣したものの、預かった兵力を逆手に、お、補助を包囲。この状況を見た吉氏は観念し、城外の高建山にて自害した。去年三十三、吉氏の最後については、防政が多かったゆえ見限られたという憶測があるが、将内年代記、港、檜山合戦覚え書きなどの資料は、前森が無本を起こし、吉氏は討ち取られたと淡白に記述するのみであり。 その最後や、無本の理由については、明白になっていない。吉氏の死後家督は、藤島城主で、弟の吉沖が継ぎ、また前森クランドは、東前寺城に入り、東前寺議長、後に、宇治長に、改名と称し、坂田を領した。結局、庄内の地は、最上氏市のもと、東前寺、雷寺、大宝寺、砂子市の四市がそれぞれ治める形となった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。